こんにちは、日向坂46の坂本彩香です。今日は私がメイクの中でもかなりこだわりのあるアイメイクについて紹介したいと思います。それではスタート。それでは早速やっていきたいと思います。まず最初に使うのはエトボスのアイシャドウなんですけど、このエトボスのアイシャドウはもう使って1年以上経っているかなって思います。このアイシャドウはピンクブラウン系の色味なんですけど、私の普段いつもアイドルしている時のメイクはピンクブラウン系のアイシャドウがほとんどです。初期の頃とかはかなりブラウンとかナチュラルな色のメイクをすごいしてたんですけど、私そのメイクが似合わないって気づいてしまって、ピンクブラウンにしてから結構自分の中で変わりました。それでは早速使っていくんですけど、まずこの一番明るい色とこの下のピンクの色をちょっと筆でこう適当にトントン混ぜながらアイホール全体に塗っていきます。ちょっとピンクが多めになる感じでアイホール全体に塗っていきます。結構アイホール全体にこのイニスフリーの筆ぐらいを塗ります、いつも。だからこのイニスフリーの筆はぴったしで大好きです。反対側もやっていきます。はい、アイホール全体にピンクを塗ります。そしたら二重幅ぐらいにこのバーガンディのカラーを二重幅塗っていきます。これもイニスフリーの筆をさっきは縦にしてたんですけど横にして塗っていきます。二重幅ぐらいに塗ります。私はこの二重幅の特に目頭の部分に色がないとすごく物足りない顔になってしまうので、目頭は絶対に深みのある色をのせるようにしています。薄いと本当になんかしょぼしょぼな目になってしまうので、なるべく深みのあるカラーを使っています。こんな感じで深みのあるバーガンディの色を二重幅にのせます。そして次、こういう平ための細いブラシを使ってこの深みのあるバーガンディの色とブラウンの色を混ぜてアイラインのように引いていきます。結構濃くします。目尻の部分はかなり濃いです、私のメイクは。でこの目頭の部分にもちゃんと濃い色が入るように塗っていきます。アイラインは私ちょっと長めなので、この時アイシャドウも少し長めに引いておきます。でここから下まぶたの目尻の部分にも少し色を入れておきます。私は目がちょっとつり目なところがあるんですね。猫目なんですけど、なんかアイドルの時はなるべく優しい目元にしたいので垂れ目気味にしています、いつも。反対側もやっていきます。私はメイクほとんどアイシャドウとかブラシでやることのが多いんですけど、なんかブラシだと手も汚れないし、なんかブラシ使ってるとなんかメイクも上手くなった気がするんですよ。メイクさんがブラシをすごい使ってて、それに憧れて私はブラシが多いです。はい、次下まぶたの涙袋を作る作業に移りたいと思います。涙袋に使うアイシャドウはこちらのデイジークのアイシャドウパレットの中から使っていきたいと思います。まずはじめにマットのアイシャドウを涙袋に一番最初に塗るようにしています。肌の色よりもワントーン暗いくらいの色を一番最初に塗るようにしています。だからこの色ですね、私はこの色かなと思ってやっています。最終的にこの色が涙袋の影になるように、私は最近涙袋を作っているので、ちょっと涙袋の影になる部分くらいまでこのアイシャドウを塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで一番下の影の部分ができました。ここからキラキラとかを重ねて涙袋を作っていきます。なんか最近は涙袋の作り方がかなり変わって、結構 K-POP アイドルの涙袋をめちゃくちゃ参考にしていて、 K-POP アイドルの涙袋って影をあんまり描いていないんですね。なんかめちゃめちゃラメのグラデーションを使ってやってるんですよ。だからちょっとそれを参考に私もやっていきたいと思います。で、次に使うラメがこのヘラのアイシャドウのこの明るい方のラメを使ってやっていきたいと思います。まずこの目頭、ここはこういうめちゃめちゃ細いブラシで線のように細く入れます。ちょっとラメ多めのたっぷりめの細めに入れます。この部分にラメを入れるとこう光が集まってぷっくりしているように見えるので、この部分に入れます入りましたら、ブラシを変えてまたこのアイシャドウを塗っていきたいと思います。なんか一番キラキラが多い部分がここです。この目頭です。目頭が私的には最近のポイントですね。涙袋ができたら次はここの締め色っていうんですか、この色も私はないとダメなので塗っていきたいと思います。でもこの色は結構日によって違ったりしますこのデイジークの赤を使って締めていきたいと思います。細めのさっきキラキラを使ったブラシでやっていきます。はい、こんな感じです。アイシャドウはひとまずこれにて終了です次はビューラーをやっていきたいと思います。これは資生堂のビューラーです。あんまり上げすぎるのも良くないんですけど、お仕事の時はなるべく目を大きく見せたいし、まつげが上がるだけ私はテンションが上がるので、まつげをなるべく上げます。このビューラーの段階ですごい上げときます。反対側も上げていきます。まつげが上がりました。そしたらこのアイラインを引いていきたいと思います。このまつげを上げると粘膜の部分がすごい見えてくると思うんですけど、この粘膜の部分が見えるのが私すごい嫌いで、すごい人間味があるというか、この粘膜の部分が見えるとなんか違和感を感じてしまうので、なるべくここは塗りつぶしますじゃあ塗りつぶしていきたいと思います。でもこの段階ではあまり見えてないので、なんて言うんですかね、下書きって感じでやっていきます。いきます。なんかちょっと眉毛を全力で上げると描きやすいです。この部分ですね。ひとまずこれくらいにしておきます。そしたらこの D-UP のアイライナーのナチュラルブラウンのカラーを使って目頭から全体的に引いていきたいと思います。この時のポイントとしては、なるべくここをあまり太くならないように引いています。でもこれは昔に比べたらだいぶ細くなりました。昔はもっとアイライン太かったです。目尻なんですけど、目尻はこのシワに沿ってさっき引いたアイシャドウのラインくらい、結構長めに私はこの辺までいつもアイラインは引いています。反対側も引いていきたいと思います。一気に全部引こうとすると絶対失敗すると思うので、もうすごいちょっとずつ引くのがおすすめです。私は絶対いつもちょっとずつ引いています。はい、アイラインがとりあえずできたので、次にマスカラに移りたいと思います。マスカラをするのには必ずマスカラ下地を絶対使うんですけど、それはいつも使ってるのがこのキャンメイクのクイックラッシュカーラーというかなり有名なやつですね。私たちのメンバーの中でも多くの人が使っていてよく見ます。これの私はブラウンをまつげ全体に一本一本を伸ばす気持ちです。結構これだけでもまつげの印象が強くなるので、お休みの日とかは全然これだけで生きていけると思います。下まつげもしっかり塗っていきます。反対側もやります。はい、できました。そしたら次にこのポール&ジョーのマスカラを使ってやっていきたいと思います。これはデュオタイプなのでコームとブラシがあるんですね。キャンメイクの下地でもう一本一本を強くさせたんですけど、さらにそれをこのコームが一本一本を太く長くしてくれるんですね。だからこれを塗っていきたいと思います。反対側もやっていきます。今日はこっち側のまつげの調子がめちゃくちゃいいです。まつげがだいたい濡れましたまあこれでも私的には十分いいんですけど、このブラシの方ももう一回最後に使ってもうちょっと太くインパクトのあるまつげにしたいなと思ってやっていきます。まつげができました。よくもうこのマスカラを使うようになってから、私メイクさんに「エクステつけてるの?」とか「まつげすごいね」って言われることが本当に多くて、だからこのポール&ジョーのマスカラは最強のまつげを作るのに一番適しているマスカラだと私は思っています。今回は私のアイメイクについて詳しく紹介しました。私は結構アイメイクはいろんなメイクをこれからもするかなと思うんですけど、この最強のまつげの作り方レシピに関してはこれからずっと変わらないと思うので、そこはぜひ参考にしていただけたらなって思います。この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ